帰りなさいませ。ヒロシ様、お目覚めですか？はい、行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。これですか？コスモスっていう絵本ですよ。ニーナ・ハミルトンっていう方が作者なんですけど。私、この人の本大好きなんです。子供の頃に読んだあの絵本のこと今でも覚えてます。花柄のポシェットを持った小さな女の子がお花さんたちと話しながら花の国を冒険する、そんなお話。いつか私もってずっと思ってました。ええ、他にもいろいろ書いてますよ。アネモネ、ネモフィラ、ライラック、クリスマスローズ、スノードロップ、ブーゲンビレア、アジサイ、イキシア、アザレア、アイリス、スイートピー、ヒマワリ、リュウキンカ、カトレア、ヤマブキ、キンセンカ、カンナ、ナスタチウム、ムラサキツユクサ、サザンカ、カキツバ、あと20個くらいです。もちろんしりとりになってるから簡単ですよ。
い。ええ、今は勉強のために小説も読んだりしてるんですけど、ちなみにニーナさんって小説も書いてるんですよ。そうですか。小説なら今持ってます。ぜひ読んでみてください。きっと面白いですよ。ええ、だからといって今読まなくても。真鍋さん、面白いですか？無理しなくてもよかったのに。いいんですよ。人によって好き嫌いはありますから。私は真鍋さんと一緒に図書館に行けただけで嬉しいんです。行きます。私、頑張ります。たまちゃんだっけ？元気？あらそう、よかったわね。
帰りなさいませ。おはようございます、ヒロシ様。はい、いってらっしゃいませ。何言ってるんですか、真鍋さん。干渉ですか。もちろん。待っててください。私出かけてくる。お客様が来てるから頼んだわよ、お母さん。さあ行きましょう、真鍋さん。真鍋さん、何してるんですか？他の人が見てますよ。
追い出されちゃったじゃないですか。真鍋さんのせいですよ。場所をわきまえてください。あそこは図書館なんですよ。怒ってます。嘘です。本当は怒ってませんから。怒ってませんよ。真鍋さん。ええ、今日こそは。いつ見ても可愛いわね。おいで。だって猫が怖いなんて言ったら、真鍋さん部屋に呼んでくれない。
めんなさい。もう大丈夫ですか？